はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1981年に行われたテッド・デビアス対ジプシー・ジョーの試合を振り返ってみたいと思います。非常に好対照なレスラー同士の対決が実現しました。典型的な優等生レスラーテッド・デビアスと典型的な怪奇派レスラージプシー・ジョーの一騎打ちです。試合開始早々、鮮やかなドロップキックをデビアスはジョーに決めます。以降デビアスの一方的なペースで試合は進んでいきます。ジョーは反撃の糸口を全くつかめぬまま、最後はデビアスのパワースラムからの足音の字固めの前に屈しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。